焼肉がこう出てきますね。はい、どういう焼肉だったんですか。僕は大体こう一人ずつ自分でこれ持って自分が食べる分だけ焼いて食べる。もうこれが4本いるということ。4本はですね。ああ、まあまあお家で自分で置けばいいんで。取らないのが嫌なの。嫌ではないんだけど、そっとがね、良くないっすね。じゃあ食べやすくないっすか。また、それはもうどっちでもいいよ。どっちでもいいよな。でも、この中で5枚出てきたらどうするの。それはもう早もん勝ちっす。これ別に1枚ずつなんで好きなものどんどんいってもいいんじゃないかな。だから順番はともかくですね。自分が食べたいものを、はい、覚えてるか。これだけの種類あるんだぞ。何種類あるこれ。だいぶ焼肉の話引っ張りますね。焼肉の話で引っ張るって、お前が言ったよ。僕やってていいですか、ね、やってくれんの、はい、そんなんいいっすか。いや、お前ら焼いてもらえるまんまじゃねえか。いやどっからまず行ってみる。いや、A 型でしょ。 A 型ってやっぱり焼きたがる。あのやっぱ自分ペース食べたいのよ、焼肉。あこうバーって焼いて、バーって押さられるともう食べたくなる。もうなんか嫌じゃん、肉がこう乗っかってきたら。それなら自分でタップもいらないってことをこれ回しちゃうから。いや、俺監督の要請があった時にさ、はい、どういうオファーが何日話があるんで、うん、ちょっと食事しないかって。もうその時にピンときた。そうですね、はい、監督、はい、で飯食おうと、はい、で食事しようと、ね、その時にそういうやるやらないかって話をされました。でもあれだろう、大変な時期だったね。ですけど、でもあれですね、僕ほらちょうど現場にずっといたから選手もよく理解してたし、前年度何位だろう。6位ですよ。6位で変わりました。大変だなと思った。でもね、やっぱ1位とか2位とかでもらうのも大変じゃないですか。いや、まあ、そうだ。必ずいけないこう設定のチームと、まあ、ある意味思い切りできるっていう状況があったから、まあずっと2軍も経験して、はい、やっぱ選手にチームも愛情があったから、チームがなんか絶対パンクしたんで、なんかこの辺こうなればこううまくいくかなみたいな、ちょっとイメージは湧きました。そういうイメージはどういうイメージ。打線が良かったから、とにかくピッチャーの外国人の補強してもらって、うん、であと若いピッチャーとかをどう育たないかなみたいな感じのイメージがありました。ピッチャーだけですよね。野手はまあこんなに見劣りはしないなと思ってた。ああ、そう。でもちょうどベテランから若手に切り替わる時期でもあったよ。そんで、ね、はい、監督受けて、いきなり優勝だもんな。まあそうですね。そしてやっぱりうまくはまらないと無理ですよね。いや、いきなり優勝できると思ってた。いや、そうは思わなかったですね、正直。まあ終盤、4月、8月ぐらいから可能性あるかと思いましたけど、序盤はやっぱりちょっと手応え感じたのが6月、7月から。そうですね、交流戦秋ぐらいからちょっと形になるかな。でもそれでもバレンティンはいなかったですからね。まあ行ったらなんですけど、1番から4番、5番ぐらいまで点数を取るチームです。1番誰ですか。1番は平根と上田は東郷です。2番が川端で、で山田。なんで川端2番ですか。もうピッチャー陣が悪いから、点取ってもしょうがないじゃないですか、初回から。だからもういいやつをどんどん上に。ただ1番はやっぱりランナーがいた方がいいんで、なんか1人置いて、そこに川端と山田の手間をくっつけて、それ以降は日替わりなんで、だから2番、1番から2、3、4番は点数取ってたんです。でもあの年は周りのチーム元気なかったですから、正直ね。でもあれだよ、前半戦終わってビリだよ。ただ首位とは5ゲームぐらいあったから、ね、ずっとビリだったから、実勢を重んじるんだな。でもあれなんですよ、実勢って練習とかはすごい好きにやらせて、もちろんやらせるじゃないですか。でもある程度縛るとか縛るんですよ。例えば練習とかそういう部分は自分の好きにやらせて、ある程度考えさせて、でも試合になったら細かい指示が磨いてますよ。例えばノーマーク二塁とかで右の方になんとなく今、犠牲者気取りの選手たちが多いから、セカンドにランナー打って、サードに進めたら、いやー、ナイスバッティングだったね。俺は別に右に打てって言ってないよ。今は返すときだから、っていう考え方なんですよ。そうですね。だから、まあ、なぜそうするかというとさ、監督に批判があるんだよね。批判を浴びるんだよ。はい、もし返せ、何もしなくて返せなかったら、はい、あ、なんで何もしねえんだって。それを怖がって、そういうことしてる。そう、湯垣をくれてるんですよ。なんで俺あんなすげえんだろ。何やってんだろ、みたいな。でもそんな選手はそう言われて、はい、あーと思うけど、でも監督から別に右打たなくていいよって言われてるわけだから、はい、選手は解説とかに OB とかに責められる人は全くない。だって監督が好きに打てって言ってるのに、なんで僕右に打つんですかっていうぐらいの俺は選手を育てるわけ。あ、でもね、結局ね、監督とかやってるとね、世論とも怖いから小さくなるよな。ここだけの話、はい、で中盤でワンアウトランナー出ました、ノーアウトで、で二塁進めました、バントで、で、ヒット入ります、点数入りませんでした。したら、監督としては一応サイズを尽くしてるわけ。だってランナー二塁に送ってるわけじゃん、はい、打てなかったのは選手2人に責任じゃん。ってことは、点数が入らなくて勝って負けたりいろいろしても、結局そこは選手の責任。監督は一応やることやりました。例えばノーアウト一塁で打たせました、ダブルプレーになりました。したら、監督は何してたのだから監督がずっとやってると、ちょっと怖くなってくるやっぱある。でもそこをやっぱ戦うわけですよ。何をやるのも行こうぜって思うか、やっぱりちょっとセオリ通り行こうかっていうところのその攻め合いで、
やらなきゃいけないんで、でもそういう節あったな、ちょっと怖がってるなっていうのは終盤ですかね、ちょっとでも今高校野球とかだってさ、ノーアウト1塁でバントとかしないじゃない、3番4番クリーンアップとか昔はとりあえず全部送ったじゃない、ああいうケースとか今大学野球とかでもバントしないとかありますからね、だからそれぐらいこう、俺もデータとかも好きじゃないけどセカンドに進めれば点差入るっていう発想はそうでもないよ、同じなんだよ、はい、だってさ、ノーアウト1塁でバントしてワンダーズ入れるじゃない、ノーアウト1塁ヒット打って3人になったら、もうさ、次さ、ノーアウト1塁3塁3人のうち何かしたら1点ぐらい入らない、まあ、相手も、まあ、相手も1点やる体制も取る可能性もあるし、でもバントして2塁進めたら、2人のうち1人1本ヒット打ったらしいよ、だったらノーアウト1塁ヒット1本出て1、3塁とかもしだったら1人アウトになる人は全くない、真中監督やってて、投手陣が弱かったとか、それを補うためにはもう攻撃しかなかったという、そうですね、でこれがまたピッチャーが揃ってるチームは、監督の考えで全然変わってくるから、それでやっぱりいろいろ、でもとりあえず送って1点だけは、スクイーズでもいいから1点取っておけば、1点ずつの積み重ねで勝てるって、1点ずつ積み重ねたら倍返しされるから。